こんにちは。こんにちは。宗教メガメガネーネズーでズです。す。さあ、J リーグもありますけども、ACL もあるし、ユーロもあるし、コパアメリカもあるんですね。あ、そうだ、コパアメリカもありますし、どれを見るっていう感じですよね。もう大無理っ変。す。無理っす。でも楽しいですね、なんか。なんかさ、な最近んすでごすくか思ね。うけどさ、やっぱ有観客のすごいその後押しってさ、違うんだなっていうのは感じる。いや、もう全然違いますね。もう選手の動きが全然違いますもん、お客さんいるときと。応援してくれるその熱量もそうなんだけど、逆に、例えばまあ PK 戦とかもあったわけじゃないですか。その時のプレッシャーも、いや、やっぱり逆に来るじゃないですか。あのプレッシャーがあるから、あのレベルの選手たちがこんなにバタバタするんだ、するんそうだなっんていだうよ。ね。いや、だからそのメンタルの強さとかが、もろに出ちゃうじゃないですか。もうクリロナって、なんか人から注目されると、なんかパワーがああ、2そう、わ倍、かる。3倍になるみたいな人じゃないですか。むしろプレッシャーがかかった PK 大好きみたいな人だから。いや、本当だね。その強さたるやみたいなね。それと強い国に挑んでいく行姿くね。姿ね。素晴らしかったっすね。スイスとかクね。ロアチア、スイス。ねえ。今日はそんな話をします。しっぽりと。ではなくてです違ね、う。でしではょ。ない、ではない、はい、ではないですね。毎週恒例のダゾーンの J リーグ推進委員会企画になります。週休メガネーズの予習復習16回目です。まずは前回の復習からいきたいと思います。前回ピックアップした試合は FC 琉球対松本山雅、名波監督初陣。初陣でしたね。残念ながら名波監督からすると0-4。まあ琉球にとってはいい、なんか樋口監督がすごく距離感が良かったっていう話をね、試言っ合て終わまっしてたよからね。コメント、ワンタッチが多かったのはそのせいだみたいなこと言ってましたけど。まあ、琉球でもね、この試合に限らず、本当に攻撃のクオリティはもうすごく高いので、まあ、崩し方もそうですけどね。まあ、そうだ、それ3がつそのポイントま挙げたの、それをちょっとおま。さらいしておかないと。まず1つ目、名波監督の采配。そして2つ目、FC 琉球の右サイド。あと松本山がどうやって点を取るか。というところの3つ挙げましたけど。はい、どうぞ。いや、どうぞ、どうぞ。いや、でも、最初、結局、右で崩して、左で点を取るっていう、清武選手がハットトリック、ね、決めましたけど。いや、最初、かなり立ち上がりの15分ぐらいまでですかね、10分か15分ぐらいまでは、結構、田中選手が上がってきた時に、しっかり、ウィングバックがついていってっていう形で、結構、琉球もやりにくそうな感じがあったんですけど、まあ、わかる。なんかその感じがっていう。風間選手がちょうどハーフスペースに入ってきたあたりから、ちょっとそこ使われ始めて、結果的にあれ1点目でしたっけ？ 2 そう、点1目点か目、1な？点目、1点 1 点目ですよね。目。抜け出ハーた。フスペース抜け出した時。上里からのパスだったかあ、そう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 。な。河合選手が倒した、後ろに手をやって、走るから、後ろケアしてねっていう感じでやってたんですけどね。で、ただ今日の選手が多分ちょっと目の前に選手がいて、そこに気を取られて、パス出る瞬間に食いつい、前がかりにそうなっですよたんだね。よね。前上がりになったんですよ。阿部選手かな？阿部選手がいて、食いついてたところでスコーンとハーフスペースのところに走られちゃったんですね。タイミングが良かったですよね。出るタイミング。その前に結構ショートパスで繋いでたか繋いら、でましたよね。なんか行くのか行かないのかな、ちょっと迷いがあって、で、いいタイミングで裏取られて。シーンって、本当に今年の琉球はよく、あのシーンをすごくよく見るんですよね。まあ1点先行するとね、より攻撃が余裕を持ってできる感じになっちゃうもんね。それですぐに連続して失点がやっぱり痛かったでしょ。2点目もすそうぐでだっしたたじゃないですか。ね。そうでしたね。まあ、プレッシャーかけて、ちょっとミスを誘って、まあ、そこから一気のショートカウンターだったので。結果的に2点目、3点目がね、結果的にミスによる形から失点って感じだったんで。まあ、でもあの辺は名波監督になってからなのかよくわかりませんけど、まあ、スタメン、初スタメンの山田を使い、で、まあ、結局そこをある程度こう狙われてたところももしかしたらあったかもしれないし、うまい選手なんでしょ？いや、まあ本当にセンス、ミスターセンスみたいな選手あ、の、ミスターセンスだ。本当にテクニカルなタイプで、結構パスで、うお、そんなとこ見てんのかよみたいなのが出せる選手なんですよ。じゃあ、まあ、プロのレベルでどうかっていうと、やっぱインテンシティ的な部分ですよね、運動量、守備。
でまたその激しく守備された時にじゃあどうなんだっていうところがやっぱ、まあ、高校時代から多分そこが一個課題になるだろうねと言われてた選手なんですけど、そこで、まあ、七海さんが監督になっていきなり山田を使うかっていう、ちょっとこいつ覚醒させてやるかみたいなのを多分練習とかでなんか感じるものがあって使ったのかなと思うんですけどね。でもこれ晒し方とかさ、ちょっと相手が切れるときにちょっとかわしてもう一回もらうみたいなことをやるタイプじゃない、うん、でそれがちょっと引っかかったのはあるけど、うん、でもそれがねスムーズにいけるようになってきたら良くなっていって、後ろでゲームを作れる、うん、松本のこう保持する時間も長くなるみたいな、そんな感じになっていくのかな、うん、こうこの試合はね本人にとってはすごくほろ苦い試合になってしまったと思うんですけど、この後ねガッとこう伸びていくような、うん、きっかけにしてくれたらいいですよね。いや本当そうだね。ああなんか七海はそれこそ岩田で監督やってる時に川辺が来て、で川辺も最初そんなようなタイプだったんでしょ。川辺選手がだから来たばっかりの頃はすごくね川辺選手才能がある選手だけど、まあなかなかこの球際とか切り替えとかっていうところでもう一つっていうところがね、うん、ありながらも、まあそこで七海監督がねずっとこう川辺選手いろいろこうアドバイスなりトレーニングもね付きっきりでこういろいろこう指導して中で今やね日本代表になってきて、だから川辺選手はすごくだから南海監督にね恩義を感じてるし、まあ岩田離れる時はねもう号泣したぐらいですから、まあ失敗から学ぶことが多分相当多かった試合だとは思うし、それがまあ自分の身になっていけばやっぱりね、うん、持ってる才能がより、ね、開花していくというか、そんな感じになってくるでしょうね。だからそこがさ改善されていって後ろからしっかりとボールがつながるようになっていって、うん、まあ、そうすれば点をどうやって取るのっていうところからすると少しずつは変わっていくのかな、まあ、一気に今はね状況的には変えなきゃいけない時なのかもしれないけど、やっぱりちょっと長く見た時にはそういう部分が大事になってくるかなっていうのをちょっと見てて思ったんですけど、まあそうですね。あと守備のやり方自体も明確だし、あとは細かいそのミスの部分は、修正はしていけるはずなんで、そこはもう、ね、トレーニング、日々のトレーニングとミーティングで、どんどんこう、まあだから言ってましたもんね、試合終わった後も、そのできたこととできないことをしっかり整理してっていう話をしていて、まあその繰り返しでこうね、やっていくことになると思うんで、あそこはね、まあ、まあ相手が確かにね、琉球だったっていうのも当然あるとは思うんですけど、でもこう、どう戦うかとかどうやするかっていうのは整理されてるはずだし、あとはちょっと暑そうでしたね。ああそれはねあったでしょうね、やっぱりね。これはね信州からですからね、まあ琉球の選手たちは慣れてるでしょうけどね、まあ、慣れてるって言ったって大変じゃないですか。日に焼け方がちょっと違ってたような気がいますよね、確かに ね、まあ、それ樋口監督の顔見てれば分かりますけどね。樋口さん真っ黒ですもんね、常夏ボーイ的な雰囲気で。はい、それではここからは予習です。まずは今週末の対戦カードを見ていきたいと思います。 J1 からです。柏マリノス、柏この間すごい試合しました。衝撃的でしたね。あれは衝撃的ですよ。アディショナル10分ぐらいです。そこで3点ですか。ですよね。ああこれ柏には大きい勝でしたね、これね。ねえ、湘南も VAR で2点取り消されました。そうですね。まあしょうがないですけどね。そうそう、しょうがないよ、しょうがない。はい、J2 ちょうどこれ最後ですね、前半戦。ああそうだね、21節いやーすごい試合が入っちゃってますね、これ最後で入ってますか。はい、これは、ね、結構山ですか。土曜日のあの下から2つこれ強烈。あと京都長崎もね。では J3、 ああ富山岩手ね、上位対決ありますよ、うん、今ね長野がいいんです。長野いいですか。あ、長野岐阜だこれ、うん、あこれすごい、これすごいですか。はい、長野今すごいいいんです。3連勝かな。宮崎と福島もあるじゃないですか。これもちょっと面白いですね。さあ、はい、そんな中から今週、はい、メガネーズがピックアップするのはこちら、はい、岩田 VS 新潟。あ当たってしまうんですね、ついにこの前半戦最後に。これはこの状況の中なんかこう勝たないとっていう感じですか、新潟特にですか。まあ新潟特にそうですよね。だってこれ、うん、まあもちろんまだね後半戦丸々残ってるわけですから、はい、別にこれでどうこうって話ではないにしても、はい、ただこれずっとね
まあ、新潟琉球がこうトップ2でこう走っていて、はい、で京都が追いかけてきて、さらに岩田が追いかけてきて、はい、ってこれ立場がこう上ね変わりましたもんね。はい、変わりましたん でここで今引き離されるかまたをひっくり返すかっていうところでね、新潟にとっては岩田新潟今3ポイント差ですね。これね、しかも岩田今すごいんですよ。しかも無失点なんですよ。岩田とかなんか最後コンちゃんが入ってきたりとかさ、なんか締める感じ今できてるよね。そうですね、うん、まあ、ちょっとね、多い選手がだから最後変わったのかな、だいたいなんか結構変わってるし、途中ちょっとただこの間の試合に関してはちょっと怪我がどうなのかちょっとそこが心配で、どうなってるかちょっとね今の段階でわからないんですけど。なるほど。じゃあ一応ポイントを3つ挙げて1つずついきたいと思います。本間志音どこで使うの？今右サイドが結構固まってないというか、まあいろいろこういろんな選手使ってみてって感じになって、うんうん、2試合前からこう本間選手を右でこう回してっていう形を取ったりとか でロメロ・フランク選手が怪我して、でそれからこう右サイド、いろんな選手がやってきたりとかしてたんですけど、で、戻ってきて、最初の連勝の頃の、並びにすんのかなと思ったら、ロメロ選手左回して、本間選手を右で使ってたんです、この間試合。うん、で、それがこう、後半になって、やっぱ、かんばしくない感じがあったんだと思うんですけど、それでこう、左右また入れ替えてって感じになったりとかしてたんですけど、うん、そこら辺どう、アルベルト監督はすんのかなっていうか、でよく解説の梅山さんがよく言ってたんですけど、まあ、右利きなんで基本的に左に入れるとカットインからこうシュート狙うじゃないですか、はい、だから右だとカットインして左になるんで、これ右だとこれがなくなっちゃうんですよねっていうのはすごく残念がってるような感じの解説をしてたんですけど、まあ、確かにそういうふうに思う人も多いだろうなって。ただ縦に仕掛けてねクロスでチャンスも作れてるんで、それ自体はまあ悪くはないんだとは思うんですけど、ただ選択肢はね当然左に使った方が本間選手自身の選択肢は広がるんで、まあ、引いては新潟全体の、ね、攻撃の選択肢も増えるってことだと思うんで、まあ、左に行ってね自然と右に流れてってやるプレーと最初から右に置かれてる時とちょっと違うからね、まあ、どっちかというとやっぱ縦に仕掛ける方が多くて、まあ、そこは多分後ろとの兼ね合いもあって、藤原選手が右サイドにいるんですけど、藤原選手がだからこうインサイドに入っていって、もともとボランチも、ね、やる選手なんで藤原選手は縦にこう仕掛けて、ね、幅取って縦に仕掛けるっていうよりも内側にこう入っていった方が特徴が出るっていう意図もあって多分右サイドにそういうふうに使ってるんだとは思うんですけど、うん、そこら辺どううまくこう 回していくかっていうのはちょっと今ねなかなかこう崩すのにいい頃と比べるとねちょっとなかなかこう崩しきれない感じもちょっとあるので。なるほど。まあ、本間翔の置き方で、まあ、新潟の攻撃がどう変化していくかっていうところをちょっと、うん、そうですね。まあジュビロはそれこそ今7連勝中7試合連続無失点で J2 の無失点記録タイ記録らしいです。だそれをどういうふうに破るかということからするとそれは本間翔の置き方とかちょっと気にしてみるのかなっていう新潟目線からするとするとですね、うん、ちょっとそこを注目していただいて、そして2つ目はい、ジュビロ伊藤弘樹ラストゲーム行かれてしまうんですよ。シュトガルトにわ岩田のキープレイヤーで、しかもこれ3バックの左に入ってて、でこれ仮にですよ本間選手が右でこれもし出るってなると、うん、これ本間対伊藤弘樹ってこれマッチアップがこう実現することになるわけです、うん、でしかもこの2人って言うたらオリンピック東京五輪世代ですからね、うん、この2人のバチバチの争いがこれこう見れるってなると第三者からするとめっちゃ楽しみではあるんですけど。まあ、それこそ抑えることもそうだし、あとはフィードでしょ伊藤弘樹。そうなんです。フィードもあるんですよ。一振りで、逆サイドのコーナーフラッグ付近まで、ロケットみたいなパスが飛んでくっていう。うん、ただ、それ以外にも、普通にこう、攻撃になった時に、サイドバックみたいな、こう、外回りもしていくし、中にも入ってくるんで、まあ、今、3バックの1枚を必ずサイドバックのように仕事ができる選手を使うっていうのも今世界のトップレベルでも普通になってるじゃないですか今。だから今もだからジュビロも攻撃行くときは後ろ2枚になって伊藤選手が絡んでいくっていう形に今取ってるんで。しかも
すごいとこからとんでもないミドルシュートとかもあるんで。だって左サイドが逆サイドのところまでロケットのようなパスが出るから、はい、それがゴールに向かえばシュートだな。向かえばそうなんですよ。すごい、もうすごいですよ、本当に。アンダー23スタートみたいなことを言われてるだかなんだかみたいなこと報道出てるじゃないですか。あ、そうなんですか。うんうん、でもトップのところから出てってしまう選手がいそうみたいな感じもなんか。ニュースで見たのね。そうなんですね。だから多分すぐに上がるんじゃないのってちょっと思ったりするけど、どうなんだろうね。サイズがあるじゃないですか。で、しかも強みはスピードがあるんですよ。後ろ抜けて背後取られてもガーってこう、スピードぶっかけて捕まえられる脚力持ってるし、まあ寄せも速いんで、球際も強いじゃないですか。バタヤンはどういうふうに思うんですか？ずっと見てた選手の中の一人だとは思いますけど。まあ、一番最初にヨーロッパにその世代99年組で行く選手になるのかなというような見られ方をしていた選手だと思いますし、まあ、実際その18歳ぐらいでそういう話もあって、まあ、なかなかこうなんか小岩田でこう定着するというかそういう形ができない時期もあったり名古屋に行ってまたそれはそれでなんか面白いプレーしてましたけど、でそういう中でこう結構難しい時期も過ごしてきたと思うんですけど、去年あたりからなんか吹っ切れたというか、こうそんな印象もあって、今年はもう自分はここでやりきるんだっていうのを出してましたよね。いやバックスに去年ね、うん、センターバックに下がってそっからですよね。そっからもう一気に、まあ、守備の強度も当然そうだと思うし、あとはこうビルドアップとか本当に左足のキックの精度とかあったら前の選手たちがやる、まあ、それを見ながら自分が後ろで何を変えていかなきゃいけないかとか、多分視野が変わるからさ、だいぶなんか余裕とかも持てるようになったんじゃないかなちょっと思うよね。ウィングバックみたいな仕事もできるんですよ。しかもだからボランチもセンターバックもスリーバックもウィングバックもいろんなとこできるんで、昔の服部選手とか、それこそ中田浩二とかもそうだったけど、うん、まあ、そういう左サイドはもうお任せですみたいな感じにこう今なってますもんね。でもなんかそういう発表になってからさ、移籍しますってなってからすごかったんでしょ、お嬢さん。この間の試合もそうだったですよ、もう本当に。あそこのサイドからなんか突破できそうな気がしなかったですもんね。だそこをちょっとね、本間選手とこう、もしもっとワッチアップだったら、これはちょっと楽しい。メンタルは強い方なんです。結構気分屋のところあったと思いますよ、もともと。ムラがあるというか。でもなんかこう、戦えないタイプでは全然ないというか、うん、そっちではちゃんとやれるんですけど、結構こう、波がね、どうしても調子のあるタイプだったかなと思うんですけど、うん、そういう意味ですごい成長したのかなっていうのを勝手に感じてるところです。うん、さあ、そして3つ目。はい。主導権はどっちが握る？まあ、どっちも握りたいですよね、当然。どっちも握りたいチームなんですね。握り合いですよね。握り合いなんで、まあだから握り合い、握りたい者同士になったら、もうそれはもう切り替えと玉際じゃないですか、もう。まあまあ、どっちが生まれるか。そうだね。だからバッチバチになるのか、あるいは相手が持ったらとりあえずどうぞって言ってこう、持たせるとか。ブロック組むのかっていう、まあ、まあそれ状況次第だと思うんですけどね。で、スコアが動けば当然逆は当然あるでしょうし。まあ、新潟はスコア動いたらしっかりブロック組んでみたいなのはちょっと違いますけど、岩田はそれが今できるんで、全然。まあ、そうですね。はい。まあ、それがまさに。結果を見ててもね。はい。このクリーンシーとかね、ついてる。うん、しかも、後ろの3人がやっぱ1対1強いんで、なかなかカウンター狙ってもこう、崩せない感じになってますよね、相手もね。基本的にはどういう風になると思う？まあ、ホームが握る。いや、でも、握るのは、新潟なのかな。そっち？いや、新潟は握るっていうか、後ろでボール繋いでる時間やっぱ長くなると思うんですよ。うん、はい、だって今、だってリーグで多分千葉ちゃんが一番なんですよ。多分パス数の数が。だ自陣で回してどうにかこうにかこうかいぐってこうみたいな。だ岩田は前から当然行くこともあるんで、だそこら辺どうするのか。しかも岩田カウンターアタック、もう結構悪くない選択肢じゃないですか、岩田にとっては。ルッキアンがいるんで。うん、でもなんかさ、両チームに、まあ、ポジション違うけど、駆け引きが上手な人たちがいるからね、はい、ちょっと面白いね。そうなんですよね。面白いんですよ。小川とかもジュビロはさ、この間いい点取ったしさ。あれは大きかったですね。ね、ああ、山田博輝から、これ決めろよっていうスルーパスがね、出てね。左足でいいシュートでしたね。
あとヤットさんにね絡んでいくコウ君とかね、お世話になりましたガツガツみたいなそうそう、だからいろんなところでこう局地的なこう争いも含めて、うん、まあ、見どころ満載じゃないですか、もうだからそういう確かに、まあ、主導権争い、あとはここの選手たちのパフォーマンス、まあ、あとはこう伊藤弘樹ラストゲームになるので、まあ、ジュビロファンの方たちはね目に焼き付けたいでしょうし、まあ、いろんなところの見どころがある好ゲームを期待したいですね。はい、ということで予習はこの辺りにして、はい、今さ予習をいっぱいやってますけど、うん、こう試合を見ることが逆に多くなって僕は、おお、そうなんですね、はい、予習のために、そう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 、うん、あ、だから僕自身もすごい勉強になっていて、うん、はいはい、予習っていいなと思いました単純に単純にね、単純に、まあでも大体その通りにならないですけどね、うん、それが面白いんですよ、いやでも予想通りにならないところが面白いんで、それがサッカーですもんね、そう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 、フットボールですもんね、はい、まあ、よくなんか自分の予想通りの試合見るとなんか喜ぶ人もいるんですけど、逆に、あ、やっぱりねみたいでしょ、逆ですよね、でも予想通りだったら面白くもなんともなくないですか、なんかそれはそれこそチームの分析の人たちがよしっていうふうにやってもらえるでしょうね。そうですよね、はい、我々別にそんな人たちじゃないのでそういう人たちじゃないので、はい、そんなことも期待しつつ今週末も J リーグを楽しんでください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。